この時間はブラジル対日本、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。天候の確認です、現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本国国歌お聴きいただきます。続いてブラジル国歌です。さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう。マルキーニョスでしょうね。彼は対人守備が強いですよね。カバーリングの広さと展開力がありますからね。ディフェンスの要、チャンスの起点としての活躍に期待したいですよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。ブラジルのキックオフでスタート。ブラジル対日本、このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。さあ右へ預けて、ハフィーニャからジョエリントン、堂安、裏を狙う、いいボールですよ、抜けてくる。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ブルーのギマランイス、ジョエリントン、スペースへ、どうだ、シュートレンジです。シュート、いやー、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。伊藤、南野へ、前田、伊藤、前田、伊藤へスルーパス、さあ南野、シュート、ーここは大きくクリア、ピンチを脱します。南野から堂安、抜けてくる、うわー、ハフィーニャ、いけるか、うまいですね。ギレルミ・アラナ、
今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますからミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。菅原攻撃面でも貢献のできる選手です。田中守田ここまでは両チームとも0対0時間は前半中盤に差し掛かっています。守田から左へ前田おこれいいですよ。ボールが迫るシュート決まった先制日本ブラジル相手に先制点をもぎ取ります。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。ボックス内でうまくフリーになりましたよね。パスを受けるタイミングも良かったですしフィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。1対0先制ゴールが決まりました。1点取ったことで余裕が生まれるんでしょうね、はい、逆に相手は前がかりに来るでしょうから慌てずに落ち着いた対処は必要ですよね。なるほどこれは合いません。森田さあつながるか抜けてくるギレルミアララエメルソンへアンドレエメルソンへハフィーニャへボールのどこのパスさあリシャルリソンここはキーパー処理しました。伊藤前田ここは下げます。板倉へ田中堂安へスペースを使ういい展開ですね。さあシュートでシュートこぼれた危ない浮き球を選択ボールがつながる ブルーのギマラインスジョエリントンアラナへブルーのギマラインスアンドレ右サイドへ振ってさあジョエリントンハフィーニャ絶好の位置さあブルーのギマラインスモリタ日本はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。素晴らしいと思いますね。前半このまま終えてセカンドハーフもこのスタイルを保っていきたいですよね。このパスを受けてハフィーニャスルーパスを出すシュートもありますサルリソンが上げる菅原危ないところでしたがなんとか切り抜けます。この位置で受けるクロスを選択頭できた来た追いついたブラジルここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。頭で正確に流し込んできました。パスも良かったですけどもねしっかり頭で合わせたいいゴールですよね。
ブラジル、ここで追いつきました。ハイレベルな選手が揃う中で一気にチャンスをものにできましたよね、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。スペースを狙った。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。前半を終え今のところ同点という状況です。自分たちのペースをしっかり作りながら本当にお互い互角のサッカーをしていたんじゃないかなと思いますね。後半どうなるか全く予想がつきませんね。ブラジル対日本、前半戦って1対1同点で折り返しています。キックオフ。日本としては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね、はい、裏へ届くか。アンドレ、おっとこれはカウンター行きますね。田中、このボールをカットします。スペースを使う。さあ左へ預けて、セカンドボール拾いたい。エメルソンから縦へ長いボール。エメルソン、アンドレ、ブルーのギマランイスから左サイド、堂安、裏へのスルーパス。おー、いい形じゃないですか。マルキーニョス、流れを止めます。スペースに出す。さあリシャルリソン、ここはつながりません。町田、伊藤へ、森田、前田、これは合いません。前田へスルーパスを狙う。南野、南野から上田、このパスを受ける上田。さあこぼれた。ブラジルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。このマッチアップどうなる。フリーで受けた森田と呼んでいた。アンドレ、ジョエリントン、エメルソン、町田、ここは読んでいました。南野から右サイド、ガブリエウ、ここはカットします。ジョエリントン、ネイマールへ、南野、さあ左サイドへ、森田から前田、ブルーのギマランイス、今日の試合でアシストを記録しています。ここもかわします。菅原、板倉、森田へ、田中、南野から右へ、仕掛けるか。これはチャンスだ。ジョエリントン、ジョエリントンから右サイド、裏を狙う。さあリシャルリソン、リシャルリソン、ここはシンプルにクリアします。両チーム同じタイミングで動いてきます。もう一度組み立てます。このスルーパスは通りません。さあ南野、さあ右へ預けて、堂安、菅原、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。両チームともメンバー交代があるようです。これはクリア。日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあハフィーニャ、ここは人数をかけて奪いに行きます。ゲイガ、
ネイマールに渡る。ネイマール、セカンド拾えるか。日本は今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。伊藤、田中へ、マテウス・クーニャへ。うわ、取らないですね。久保、右サイドへ振って、いいボールだ。アラナ、このボールに触ります。時間かけずに攻めたいですよね。ネイマールに渡る。柔らかいボール。残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。さあフリーだ。さあベイガ、板倉、体を張ったプレー。ちょっと危ないぞこのパスは。森田から右へ、久保へ、浅野。さあ久保、ここで終了を告げる長い笛。1-1、同点でこのゲームを終えました。北澤さん。